素晴らしい選手が多い。アジアの中でもそうですし、世界的に見ても打者も投手もどの世代も素晴らしい選手が多い。どういう選手が来るか分かってないが、どの世代も世界で戦えるトップ選手が出てくる国、素晴らしい野球をしている。これは WBC 前に行われた記者会見で、大谷翔平選手が韓国チームの印象を聞かれた際に口にした言葉です。この大谷選手の発言は韓国でも大きく伝えられ、大谷選手が韓国チームをリスペクトしている姿勢は好意的に報じられました。 WBC での韓国と日本といえば、第1回大会から何かとバチバチとした空気が漂っており、日本のレジェンドイチロー選手が口にした発言が物議を醸したこともありました。ところがこういった関係性も大谷選手の存在により雪解けムードであると言われており、特に今大会の WBC での大谷選手の振る舞いについては韓国内でも絶賛する声が多く聞かれました。ということで今回の動画では、韓国とぶつかり合っていた歴史を紹介しながら、大谷選手の登場で変わりつつある韓国国内の日本野球に対する報道についてもご紹介していきます。今回もこの動画が良かったと感じてくださいましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かつてはいろいろあった日本と韓国、絶対に日本には勝つ、物議を醸したイチロー選手の発言。2006年の第1回 WBC が行われた時代の日韓関係はセンシティブと言われており、1次リーグで対戦が決まっていた両国の間では挑発合戦のようなことが行われていました。韓国国内では、チームとしてのまとまりは韓国の方が上、日本はイチローや大塚などのメジャーリーガーが代表として選ばれているが、ここ数年の対戦成績や韓国人選手が日本球界で活躍している点から見ても韓国に分があると自国が有利である報道が行われていました。事実、日本国内でも国際大会で無類の強さを発揮する韓国に対して警戒を口にする解説者などが多く、コーチとして代表入りしていた武田和弘氏は当時の韓国代表の印象について、かなり苦戦すると思っていましたね。パク・チャンホが後ろに回ってチームに安定感が出ていたのと、やっぱり祖国の英雄が同じチームにいるってことでメンタル的にもいい影響を与えていたと思います。その後阪神に入ったオ・スンファンとかもボールの威力がすごくて、対戦回数が少ない状態で攻略するのは難しいと思っていましたと語っており、こうした韓国に対する警戒感が高まる中、プロに入ってから初めて国際大会に参加するイチロー選手が韓国に舌戦を仕掛けます。イチロー選手は WBC 開催直前のインタビューで、韓国や台湾など1次リーグで対戦する各国の印象を聞かれた際に、向こう30年日本にはちょっと手を出せないなみたいな、そんな感じで勝ちたいなと思っていますと発言。この発言の意図についてイチロー選手が多くを語ることはありませんが、対戦相手に対して軽いジャブを放つような意気込みのつもりだったと言われています。ところがこのイチロー選手の発言は韓国国内で、韓国は30年間日本に勝てないとやや湾曲されて伝えられていたこともあり、大きな波紋を呼ぶこととなります。この発言は韓国代表にも伝わり、投手として代表入りしていたソン・ミンハン選手は、イチローの話を聞いて必ずイチローを任して日本に勝ちたいと思ったと記者会見でイチロー選手の名前を出して敵意をむき出しにします。こうして日韓の緊張が高まった中で開幕した第1回 WBC、 日韓戦でイチロー選手がバッターボックスに入ると、韓国応援団が激しいブーイングをイチロー選手に浴びせ、イチロー選手も負けてなるものかと間を一切取らず、韓国の投手と対峙するバチバチとしたムードが漂う中で試合が開始されました。リーグ戦で日本は絶対に負けてなるものかとの気迫を前面に押し出してきた韓国に苦戦を強いられ、第1ラウンドでは2対3で敗戦し、続く第2ラウンド第3戦で対戦した時も0対2で敗北を喫しています。敗北の要因について武田コーチは、相手の気持ちの部分もありましたけど、2試合で2点しか取れなかった、やっぱりいいピッチャーが多かった、まっすぐに力があるのはもちろんですけど、インコースに攻めきるコントロールがすごかったと説明しました。第2ラウンドで日本を完封した韓国代表選手たちは、この勝利がよほど痛快だったのか、自国の国旗をマウンドに立てるという非礼とも取れる行為を敢行。
敗戦後、イチロー選手はベンチで放送禁止用語と思えるような言葉を大声で吐き捨て、憔悴した状態で臨んだインタビューでは、僕の野球人生で最も屈辱的な日ですねと言葉を選ばず悔しさをあらわにしました。韓国国内ではこの時すでにイチロー選手が敵国の憎いやつ認定されていたこともあり、この屈辱的発言も韓国メディアにより韓国に負けたことが屈辱と曲解されて報道されています。そして日本が奇跡的な確率で準決勝に進出し、韓国と3度目の対戦が決まった際には、ある韓国のスポーツ紙で30年間泣かせてやるとの見出しが掲載され、反イチローの感情が高まりを見せていました。イチロー選手も試合前に、3回も同じ相手に負けるということは決して許されないと語り、3度目の正直と言われた試合で日本は韓国を6対0で退け、決勝戦ではキューバを下して WBC 初代王者に輝きました。ちなみに韓国との準決勝では不調に陥っていた福留孝介選手が生き返れ福留の名言とともにホームランを放ったことが有名ですが、実は直後の打席に入った小笠原道博選手に韓国側が故意四球を与えたとして WBC 初の警告試合が宣言されています。第2回大会以降も日韓の試合といえばヒリヒリとするムードが漂い、どちらかの国に有利な判定があった際には審判に対して猛抗議を行うなど、長きにわたってライバル関係が続きました。ところが今大会の WBC で韓国代表は大谷選手がライバルとする発言がありながらも、準備段階からごたごたを見せており、日本に敗北することは必然だったと総括されています。錆びた鋼の魔法、日本戦での大敗を厳しく報じた韓国メディア。今大会の韓国代表は目標をベスト4に定め、韓国 KBO リーグの KT ウィズを初優勝に導いたイ・ガンチョル監督が代表監督に就任。イ・ガンチョル監督は巧みな継投でシーズンを勝ち抜き、その投手起用は鋼の魔法と称賛されました。しかし今大会ではその手腕が発揮されることはなく、韓国は1次リーグで敗退。 WBC 終了後には自国寄りの記事を掲載することの多い韓国紙スポーツ朝鮮で、世界ランキング5位の巨像と WBC で明らかになった韓国野球の素顔という記事が掲載され、記事内ではメジャーリーガーが参加しないアマチュアの大会が主要な評価対象になっているために5位に位置しているだけで、 WBC で明らかになった客観的な実力を見ると韓国の世界ランキングは巨像であるとしています。また目下の韓国代表の課題については、投手力で世界水準との差がはっきりしたことに注目すべきとして、投手陣の底上げが必要不可欠であると指摘しました。この指摘にもあるように、今大会の韓国代表は投手陣の整備に苦労し、日本戦ではあわやコールドになるほど次々と繰り出した若手選手たちが炎上。実は国内メディアでは日本との試合が行われるはるか前から日本との差が大きく広がっていると危機感を募らせていたのです。今大会で日本を率いた栗山英樹監督はどのチームにも属さないフリーの立場であったことから、日本代表に関わる仕事に集中することができました。一方で韓国のイ・ガンチョル監督は KBO リーグでも監督を務める現役であり、代表に気を使うことができなかったことからメンバーの選考が遅れ、壮行試合がスポンサーとの問題がありドタキャンされるなど強化を図れなかったのです。当時の朝鮮日報では、遅々として進まない代表強化に国内の士気も高まっていないとして、日本はすでに WBC へ焦点を合わせている、すでに WBC で使用することになる公認球を使用し、 WBC 規定と同じくイニング間のベンチ前でのキャッチボールを禁止していると、同じプール B で激突する侍ジャパンを引き合いに出し、韓国は未だに準備過程が全く見えていないと断じました。さらに記事では、韓国には大谷翔平のような存在がいない、チームの顔というべき存在の選手のことだ。日本は大谷がスカウトのような立場で他の選手たちを代表メンバーに招き入れている最中だと聞く。ダルビッシュや鈴木といったメジャーの選手たちが今後大谷と一緒にプレーがしたいと参戦を表明するのは時間の問題だと嘆きに近い内容が記されています。そして最後に、今 KBO は枯れ果てた野球の人気と国際的な名声を蘇らせるという意思を持っている、
それは確かだ。しかし今の準備状況でその目標を達成できるかは疑問を抱かざるを得ない。我が代表は何の下積みもできていない中で宿敵の日本は遥か先を行っていると準備段階で日本に大きな差をつけられていたことを認めていました。こういった背景もあり、韓国国内では日本戦の大敗直後から屈辱的な惨敗、馬鹿げた結果、日本への恥ずべき敗北とメディアが大バッシングを開始。鋼の魔法と称された系統が裏目に出たことで、MK スポーツではイ・ガンチョル監督に対して、錆びた鋼の魔法、日本への恥ずべき敗北、やはり国内レベルだったのかという辛辣な見出しで指揮官を一刀両断にしました。同メディアは日本戦での系統について、先発したベテランのキム・グアンヒョンは非常にいい状態にあり、現時点で最も信頼できる投手という点は理解できる。しかし負ければ1次ラウンド敗退が実質的に決まる瀬戸際の試合だったと考えれば、交代の判断が遅すぎた。5点を奪われた6回は4人の投手がマウンドに上がったが、何が何でもというベンチの雰囲気を感じさせず、指揮官の戦略も目的も見つけられない無気力な展開が続いた。パク・セウンの登板にはコールド負けを防いだという意味で哀れさすら感じさせた。国内レベルの批判を覆せない錆びた鋼の魔法だと言わざるを得ないと綴り、この記事は国民から高く支持されました。元 KBO 選手で最多安打、盗塁王などのタイトルを獲得した経験を持つイ・スンチョル氏もこの記事に反応を示しリプライする形で、指導者と選手がもっと自分たちのレベルを自覚しないと胃の中の蛙になってしまうと警鐘を鳴らし、オーストラリア戦では基本から外れたプレーをしていて恥ずかしかったし、日本戦は悲惨な結末となった。この敗戦から韓国球界は何かを学ばないといけないと綴りました。準備不足に始まり、期待した監督も手腕を発揮されない上、ライバル関係であった日本は大谷選手の活躍などもあり優勝と、両国の間には大きな差が生まれていると韓国代表はバッシングを浴び続けました。そんな中、日本の中日でもプレー経験のあるイ・ジョンボム選手を父に持ち、代表でも中心的な存在であったイ・ジョンフ選手が苦しい胸の内を明かすとともに、大谷選手に向けて意外な言葉を発したのです。正直に言って憧れている、イ・ジョンフ選手の発言の真意とは。多くの代表メンバーが口を閉ざす中で、韓国に戻り所属チームの練習に参加したイ・ジョンフ選手は、オープン戦の前にメディアからの取材を受け、1次ラウンド敗退に終わった WBC を振り返り、私を含めて実力が足りないということを悟ったはず、弁解の余地がないと敗戦の弁を述べました。そして取材の中で記者からは、日本との差が大きく広がってしまった、次回大会で日本と勝負をして勝てる見込みがあるのかと厳しい質問が飛ぶと、イ・ジョンフ選手は少し間を置いて、日本に雪辱するよりは私たちの実力を育てなければいけないと答えたのです。イ・ジョンフ選手は何かと日本と韓国をライバル関係にしたい国内メディアに向けて、両国の間には明確な差があると受け入れることが必要であるとし、次々とメジャーで活躍する選手を輩出する日本の育成方法についても真摯に学ぶべきだと主張。さらにイ・ジョンフ選手は、私たちは国際大会がある時だけ国家代表を招集するが、日本は毎年招集すると聞いている。今後 KBO でどうするかわからないが、親善試合のようなものを作ってくれれば一定熱心にプレーし経験を積むことができるだろうと言及し、韓国代表チームの常設化を訴えました。そして別のメディアから取材を受けた際には、日本との試合で大谷選手から大きな刺激を受けたといい、大谷翔平は僕ら野球選手から見ても本当に素晴らしいんだ、試合後のインタビューでの言葉はそれだけ実力と人格があるからこそ言えるものだったと思う、感じるところがあったし、僕自身が彼のように応援される選手になりたいと思ったと称賛し、自分も大谷選手のようになりたいと口にしたのです。韓国人選手の口から憧れの選手として日本人選手の名前が上がること自体が異例であり、イ・ジョンフ選手はさらに明確になりたいと口にしました。取材の最後にイ・ジョンフ選手は WBC での成績を改めて振り返り、
韓国野球はどん底に落ちたと思う。野球を愛する皆さんに恩返しをするためにはもう一度僕らが飛躍する姿を見せるしかない。2008年の北京オリンピックで韓国に負けた後に日本も長い間苦労を重ねながらここまで再起し世界の頂点に立ったんだ。僕らもそういうシステムを持つ必要があると語りました。イ・ジョンフ選手の発言からわかるように大谷選手の存在は韓国でも別格であり、何かと批判めいた内容の記事を書くメディアも WBC で大谷選手が見せた振る舞いについて絶賛を繰り返しました。韓国メディアが報じた大谷選手の振る舞い。日本が WBC で優勝した後、大谷選手のインタビューが韓国で話題になりました。インタビュアーが日本の野球がますます注目されると述べると、大谷選手は日本だけじゃなくて韓国もそうですし、台湾も中国も、またその他の国ももっともっと野球を大好きになってもらえるように、その一歩として優勝できたことが良かったなと思いますし、そうなってくれることを願っていますと答えたのです。これまでの日本と韓国の関係性を考えれば、優勝した日本の選手が1次ラウンドで敗退した他のアジアの国々のことを考えエールを送るとは韓国人には想像すらできない行為だというのです。国内のメディアでは大谷選手の発言を、もし韓国チームが優勝したら果たして日本や台湾、中国といった近隣諸国を思いやりこんなことを言う選手がいただろうかという疑問、そして同時に大谷のその言葉に対して韓国ファンは感謝というよりは器が違うという恥ずかしさのようなものを感じざるを得なかったのだと報じました。韓国インターネットの野球関連コミュニティで大谷選手はゴッド谷と呼ばれており、 WBC 現場を取材したある韓国人記者が大会の終了後 YouTube の野球専門チャンネルで伝えた大谷選手の姿がやはりゴッド谷であると野球ファンたちをざわつかせました。記者はメキシコとの準決勝の取材をしていて、試合中に唯一選手がリラックスできる練習終了から試合開始までの時間の大谷選手の振る舞いを見て驚いたというのです。記者はその時の大谷選手の様子を、大谷は日本代表練習が終わるとインタビューや写真撮影の求めに応じ、それはメキシコ代表の練習が終わるまで続き、クラブハウスに戻れずにいた。試合後もファンとの写真撮影やサインに応じるのを見たが、そういう要望を不快に思うとか傲慢な態度で接するような様子は全くなくて、この選手は本当に一つ一つに最善を尽くすんだなと思った。同時にあれだけの成績を残すのは驚異的としか表現できない。私が見た大谷はみんなの手本になる人だった。日本球界だけでなく大リーグにこのような選手が登場したことは一つの事件であり、この選手を通じて野球がより人気を得られるという確信を得た。褒めすぎじゃないかと思うかもしれないが、現場で見た大谷はそうだったと大絶賛しました。韓国のメディアでは、現在韓国で一番人気のある日本人は間違いなく大谷翔平だと大谷選手の人気ぶりを伝え、日本のことならとりあえず何か欠点を探したり上げ足を取ったりする姿を見せてきた韓国人が日本人を素直に評価して憧れファンになるというのはそれだけ珍しい出来事と、韓国国民にも受け入れられる大谷選手の存在は奇跡的であるとしたのです。そして大谷選手の存在は未だに国内に残る日本人のずるく卑怯で人を裏切るとのイメージを払拭するはずの影響力を持つはずと断言しました。現在韓国では日本に追いつくために何をすればいいのかとの議論が盛んに行われており、その中で韓国球界の英雄で日本でもプレーしたイ・スンヨプ氏は練習量を増やそうと提言しました。韓国野球の復活はあるのか、イ・スンヨプ氏の提言。韓国メディアマイ・デイリーは、日本野球は練習量がすごい、イ・スンヨプ氏確固たる持論、練習、自信、実力、汗は裏切らないとの見出しで報道を行いました。国内リーグのオープン戦が行われる前に取材を受けたイ・スンヨプ氏は、日本を離れて12年ほど経った、私がプレーしていた時も日本野球は侮れなかったと振り返り、今大会の日本代表について、投手力は他の国を見ても最高だ、完璧に近いチームと投手陣を絶賛。
取材を行った記者は、侍ジャパンの選手たちが決して体格に恵まれていなくても、吉田正尚選手のように本塁打を量産したり、155キロを軽く投げる投手が出てくるのかと、イ・スンヨプ氏に質問をぶつけます。すると、イ・スンヨプ氏は、日本選手たちは練習量が膨大だとズバリ。さらに、もちろん自分が日本を離れて12年が経っていて、日本野球と韓国野球との格差がなぜさらに広がったのか、正確に説明することは難しいと前置きを挟みつつも、トレーニングの方法とディティールは試合を見ながら本当にすごいと感じた。今回の WBC を見るともっと良くなっている。韓国の野球人として格差が広がるのは残念だが、改善すべきことは改善すべきであり、受け入れるべきことは受け入れなければならない。野球界が失ったファンの心を取り戻すために本当に多くの努力をしなければならないと続けました。イ・スンヨプ氏は、日本のロッテから巨人へ移籍をした2006年に、苦手な左投手を攻略しないとセリーグでは活躍ができないとコーチから伝えられ、春季キャンプでは左の打撃投手を専属にするなどして猛練習を重ねました。さらにこの年、チームでは続々と故障者が出る中で、イ・スンヨプ氏はチーム最多の143試合に出場し、40本塁打超えの好成績を残します。シーズン終了後にインタビューを受けたイ・スンヨプ氏は、好成績を残した理由について、最後まで手を抜くことなく練習をやり続けることができた、コーチや監督に感謝したいと述べました。こういった成功体験からも、イ・スンヨプ氏は現在の韓国代表選手たちに歯がゆい思いを抱えているといい、最後に、練習方法について少し違ったアプローチを取る必要がある、私自身何が良くて何が悪いと言える立場ではない、韓国野球界が全員で努力しなければならないと、球界全体で努力することが必要であると述べました。勝つためにはとにかく練習を行う必要があるというイ・スンヨプ氏のシンプルな提言は、韓国内でも高い支持を得ています。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。韓国と日本は過去のイチロー選手の発言などもあり、 WBC では独特の緊張感に包まれた中で試合が行われてきましたが、今大会の結果や大谷選手の人気などにより、その様相は大きく変化しています。大谷選手への憧れを口にしたイ・ジョンフ選手は、同じ舞台で勝負がしたいとの思いが強く、今オフにもメジャーへの移籍を図るのではと報じられています。また韓国球界では代表チームの常設化が検討されるなど改革に乗り出しており、2026年に予定されている WBC の次回大会では、日本式の練習を取り入れた韓国代表の姿が見られるかもしれません。このチャンネルでは野球に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあれば、ぜひコメント欄にてお待ちしております。最後まで見ていただけた方は、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。